躍しました。演技派でもあることを世に知らしめたのが去年公開された SF 大作インターステラー。オスカー俳優マシュー・マコノヒー演じる主人公クーパーの娘役に扮したマッケンジー。大好きなお父さんが自分を残し宇宙へ行ってしまう場面では切なく悲しい気持ちを見事に演じ切りました。 Stay Dad Why you're not listening It says stayこの作品で単なる美少女子役ではないことを証明。演技の幅を広げるべく次に挑戦したのは声優でした。作品は不朽の名作星の王子様。砂漠に不時着した青年飛行士がある小惑星から来た王子様と出会う物語。初の長編アニメーション映画として作られたこの作品、物語のその後が描かれ、9歳の女の子が年老いた飛行士と共に王子様を探しに行くというストーリー。マッケンジーは主人公の女の子を演じています。 Wow This is a pretty serious fire hazard It's him What is he doing here? Buckle upこの映画の日本語吹き替え版では携帯電話の CM おとくちゃんでおなじみの人気子役鈴木梨央さんが担当。実はマッケンジーと梨央さんカンヌで初めて対面。2人揃ってインタビューに答えてくれました。まずお互いの印象は So pretty and she seems like the sweetest person ever I really wish I spoke Japanese so I could talk to her すごい綺麗な方で憧れます。Voice actors can be very tricky because no one can see your body. Because usually in live action, you know, they see you and you can make motions to really bring the scene to life. ささやくシーンとかは小さい声でもはっきりと声を出すっていうのが結構難しかったです。Yes, I have trouble with that too sometimes. 映画では少女が飛行機を操縦するシーンも。お二人行ってみたいところってあります？Japan. I'd like to go to Japan. I had a friend that lived in Japan for a while, and she really, really liked it there, and she'd send me pictures and stuff. And I think it'd be really fun. I'd like. 未来に行きたいです。私が大人になったら、いやどんな顔してんのかなとか、どういうことしてるんだろうとか気になるから。この答えにはマッケンジーも脱帽。Oh, that's a good answer. Like, I didn't think about that. That's a good answer. Nice. Nicely done. そして You should come to the States, to America. ぜひ行きたいです。Go to Disneyland. はい。常にリオさんの緊張をほぐそうと気遣うマッケンジー。世界一キュートな日米交流でした。日米の美少女が揃いましたね。マッケンジーの演技は軽部さんどんな風に見てました？いやもうインターステラーでの感情表現が本当に素晴らしかったんで、これから楽しみですよね。